じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、なんかでも久々丸の内来ましたね、ここ。うん、まあ、今日はね雨が降っててちょっとしっとりした感じでいい感じですよね。丸の内のこの雰囲気っていうのはまあすごい、この感じがすごくいいんですよ。お客さんはね少ないんですけれども、このね雨に打たれたこの新緑のこの街路樹っていうのは何とも言えない雰囲気があってね、すごいこう、まあ、まさしくねいい今日は感じなような気が僕はしますけどね。はい、なんか夜あんまり来た時なかったんで見てみると、なんかやっぱファサードが夜に合いますね、丸の内の。なんかそうそう、だからやっぱりこう大人な街というか、うん、なんか雑多な感じよりはちょっとしっとりしてて夜に合うっていう感じ、はい、で、うん、この街並みに点灯がすごい映える、うん、まあ、そういう感じですよね。そうですね、うん、でもなんかやっぱ最初に丸の内のお店をオープンされた時に源さんすごいいろんなところ見に行かれてたじゃないですか。なんか千駄ヶ谷とかそういうところもこういろいろ見に行きました。なんかいろいろ聞いたと思うんですけど、最終的に丸の内にしたのは何が一番決め手だったんですか。そう、これもやっぱりあのいろいろね形で質問をねいろんな人にもこういただいてるし、まあ、すごいそのいろんな答え方もしちゃってるのも事実なんですけどもね、まあ、でもあの一つはさっきも僕ちょっと言ったんですけれども、このいわゆるこう街路樹があって、まあ、東京のど真ん中ですよね。で周りはすごくこうビルに囲まれている。で、まあ、一本で隔てて皇居があって、で、まあ、あの日本屈指のオフィス街、ちょうどね今ぐらいの、まあ、季節もちょうど今7月の末なんですけどもね、ちょうどこのぐらいになると要はその街路樹がこう芽吹いてきて緑がわーっと広がって、うん、で東京の街って、まあ、特にこうアスファルトに囲まれてたりすると、まあ、日中がね40度ぐらいになっちゃう感じがするじゃないですか、はい、でそれぐらい暑い。だから日中こんなところねこう歩けたもんじゃないなって一瞬思うんだけど、本当にこの夏の炎天下なんだけどパッと来るとこうかなりですねこの新緑でこう木陰になっていて、風がさーっと抜けて、まあ、いい感じなんですよ。だから都会のこう喧騒感と土曜日日曜日とかに人がオフィス街から抜けて、観光の人とかお散歩に来てる人たちがプラプラこう歩くっていうね、このシチュエーションが何とも言えないね雰囲気を醸し出すんですよ。だからすなわち僕がこう丸の内を選んだ理由っていうのは、日常オフィスに来ている人たちが喧騒の中でこう雑多にこう行き交うっていう一つのシーンと、うん、土曜日日曜日なんかにこう目的もなくプラプラこう歩くような雰囲気がすごくこう二面性があり、かつねそれがマッチをすると。でかつ今日は雨だって話もしたんですけども、この雨に濡れたしっとりした、これ今日のシチュエーションの中だともうお客さんは来てくれない状況なんですけども、はい、雨が降ると、うんうん、だけどこの雰囲気っていうのは、まあ、決して悪いもんじゃないなって思って、うん、まあ、それがロケーションとして一つ、それとあともう一つがやっぱり東京の中心部にあるっていうことで、特にゴールドウィンっていうブランドは、まあ、スキーをねベースにこうブランドが出来上がったっていうこともあって、東京駅からこうスキーのこうメッカと呼ばれるような、はい、うん、今はもう長野県新潟県東北、まあ、いろんなところにねこうスキーに行けるじゃないですか、うん、だから地方と中心を結ぶターミナルっていう、まあ、拠点であると。そういったところから我々のこう遊び起源、それといわゆる今生活しているってところが、まあ、隣接してこう雑多に入り混じってるっていう、うん、まあ、そういう景色感っていうのも、まあ、自分たちのブランドには結構しっくりくる形なんじゃないかなっていう、まあ、思いというか、まあ、イメージというか、まあ、そのぐらいちょっと漠然とはしてるんですけども、まあ、でその漠然としたイメージ感というのがすごく大事なのかなと思って丸の内を最終的には選んだっていう形なんですよ、うん、じゃあやっぱあくまでこう都市生活だけで完結するブランドではなくて、そこからやっぱりこう自然とをまあつなげる場所っていうところで一番丸の内がベストに見えたってことですね。そうですね、やっぱり自分たちはいわゆるビジネスマンのビジネス用の洋服を作ってるわけでもない
し、やっぱりスポーツが起源になってるんで、やっぱりそういうスポーツと日常をこう結びつつも、でも一番のベースメントっていうのはやっぱりスポーツのベースなんでね、だそれをこう大事にしていくような感覚っていうのを残しつつっていう、まあ、そういう流れがまあ望ましいかなと思ってますね。実際でも丸の内に最初にお店にしたことで逆にこう見えてきたことというか、お客さんの層がなんかこう予想よりこうちょっとセグメントされたとか、なんかこういう新しい発見があったとか、そういうのって何かあったんですか？それはね、いやもうすごい発見というかすごい嬉しかったのは、まあここにはねもう本当に、まあ、10代の方少ないですね、まあどちらかというと20代後半から30代40代50代60代、まあ会社のこうかなりアッパーのゾーニングに行くともう70近くまでいらっしゃるわけですよね。その人がねこう道行き来しつつ、おなゴールドウィンだって、でねこう耳をね、まあ、直接聞こえてあのリアルに聞こえてるわけではないんですけど、はい、ちょっとねふっとこう後ろに回り込んだ時にね、おゴールドウィンじゃんこんなところにできてるよっていうようなセリフもあるんですよ、ということはね、僕が思ってる以上にブランドを懐かしむっていうこともあったし、まあよく覚えてるってこともあったし、まあ、異例のこうイメージがこう巨大してね懐かしむ子みたいなものがあって、でおまけにロゴが変わってるよみたいなこともね言われたり、それが分かるのってやっぱりある程度の年齢の言ってる方ですよね。そうだからすごいその昔から接点のある人もいらっしゃったっていうのは大きな発見だったし、で改めて全く知らない人が入ってきてくれるっていうことで、まあやっぱさっきから雑多だ雑多だってこう入り混じってるって話もあったんだけども、なんかそういう感覚がすごくこの地に出したことによって、まあ、実感できるようなことが多いですよね、なんかそういう、まあ、こう歩いててお店を知って入ってきていただいた方っていうのは、はい、今の会話から言うとやっぱりスキーのブランドっていうイメージで入ってくるじゃないですか、はい、で実際多分商品見て、でそれをお客さんにはやっぱりスキーブランドっていう認識をしてもらいたいっていう気持ちはあるんですか？まあ、多少それはあの起源なんでね多少あるんです。ただやっぱり僕らが今やろうとしてるっていうのはこの地に出したことも含めていくと、スキーブランドのままでいたいということではなくって、ただスキーブランドとして生まれたという歴史観も知ってもらって、まあコミュニケーションを取るっていうのは決して悪いことではないので、だそのブランドが今どうなってるかっていう興味をねもう結構こう喚起してもらうっていうのは、まあすごくいいことだなと思ってるし、もうもはやその70代の人と30代の人っていうのと特に男性の方はね、まあ、スポーツとか機能をベースメントにこうしているようなあの道具洋服っていうのはあんまりこう年齢差がねあのない時代にこれから突入していくっていうことを考えると、余計にスキーから入って昔を知って、で今を知ってもらって、で新しい人がこのブランドを初めて知って、でお互いにこう見ていく、でスキーを大事にまた振り返ってもらう、まあ、こういう繰り返しみたいなものが、まあ、あの長い歴史が仮にあるとすれば、まあ、それがこう優位的にこう働く一つのね、形なのかなっていうこともまあ思うわけなんで、なんかスキーブランドって、まあ、よくおっしゃるんですけど、そのスキーブランドって聞くと、まあ、スキーをするときに着る服っていうのじゃないですか、でもこう3年前4年前でしたっけ、もうリブランディングして、源さんの作りたかったブランド、スキーのブランドっていうのは要はスキーウェアではないんですよね。難しい質問ですね。スキーブランドではないけどスキーブランドでもある、なんかやっぱそこが僕もいろいろ制作をさせていただいてて結構考えるところだなと思うんですけど、なんかやっぱ特に今回このコロナ禍で結構やっぱゴールドウィンの服を着て過ごす時間っていうのはすごく多かった時に、やっぱ改めてこうゴールドウィンってどんなブランドなのかなってやっぱ考える機会って僕の中でもすごくあって、なんかすごいこういう時期だからこそ本当いろいろ考えたなっていうのはあるんですけど、源さんがその
ゴールドウィンをディレクションされていくこの4年間の中でもブランドの形とかそういうのって変化はあったんですか？そうですね、すごく変化はありましたね。まあ、一番最初はね、今の質問とかこう会話でつながっていくのがちょっとよくわからないけれども、スキー、うん、スキーっていうのはやっぱりブランドの起源なんですごく大事にする。でもスキーだけじゃね多分成長できないなって思ったんですよ。だからスキーを大事にし、スキーを起源とし、あのブランドのこう基礎とか、まあ、フィロソフィーというかね、まあ、哲学的なものっていうのはやっぱりちゃんとね残すべきじゃないかなと。でブランドっていうのはやっぱり、やっぱこう DNA っていうかね、生まれてきた背景みたいなものっていうのはどうしても、まあ、最終的にこう結果論必要になってくると思うし、はい、でそれをこう大事にしてないブランドっていうのは最終最後にねこう道に迷った時にあれどこが自分の席だったっけとかね、自分がいた場所だったっけっていうね、迷いっていうのが絶対に生じてきてしまうんだと思うんですよ。だからなんかこのブランドは今はちょっと姿が変わっていてもこういうところから発生したんだっていうなんかそういうものっていうものはね、まあちょっと大事にしないといけないんじゃないかなって思っているのと、でたださっきも言ったようにスキーに固執したらね、今はもう当然その気候が変動して、まあ今ちょうど大雨の被害とか出てて非常にこう心配なことって多いですよね。でそれと同時に暑い夏が来て冬がなかなかあの寒くならなくって、でしかるに我々はスキーのビジネスをやるにあたってね、雪が全く降らないとかね、でこれは日本だけじゃなくて世界各国でもそういう状況が結構続くと。でこういう環境にあって、でスキーがやっぱりそのままねずっと永続的に続くのかっていう不安感もあるし、でまあそれに対する対応策というよりかは、まあ、スキーを大事にしつつスキーの魂も残しつつ、でもスキーをやる人がもっといろんなことを楽しんだり、遊んだり、で逆に言うとそういうものを作るテクニックがあるは、まあ、我々のような人間があのそういう起源も含めてそこから養った培ったものでなんか新しい発見や新しいスポーツシーンや旅行やそういったものをこう提案できるような、ね、広がり方の方が、まあ、あのその起源を大事にしながらしていく方が、まあ、いいんではないかなと思っていて、でそういうことをこうずっと細かく細かくっていうか、まあ、ちっちゃくちっちゃくなんですけどあのつなぎ続けてきてるっていうのがこの4年間で、でスキーをこうベースにしながらこう今少し広がっていってるっていうのが今の流れかなと。でもなんか僕がそのいろいろユーザーカタログとかで最初出させていただいたのでやっぱライフスタイルウェアっていうふうに持ってて、で僕もこれをどうやったら魅力的に伝えられるかなっていうのをまあいつも源さんとお話をしながらまあ制作をしてるんですけど、最初はそのライフスタイルからリブランディングで始まっているじゃないですか。そこからスキーで、でそこからアウトドア、アスレチックと、まあ、なんつうかこれカテゴリーっていうんですか、レーベルっていうんですかね、カテゴリー、カテゴリーが増えていくにつれて、なんかやっぱ僕もだんだんこうブランドの輪郭っていうのが逆に見えてきたなっていうのはすごく最近思ったんですよね。なんかやっぱりこうお客さんのやっぱタッチポイントがそれだけ増えたっていうことで、なんかいろんな見方ができるブランドなんだなっていうのをすごく思ったんです。なんか最初はライフスタイル、ゴールドウィンでライフスタイルってなるとちょっと言い方はあれかもしれないですけど、ちょっと軟弱なブランドに見えちゃうんじゃないかとか、やっぱもっとスキーを前面にとかそのアウトドア感とかをやっぱ強く打ち出した方がいいんじゃないかなと思ったりもしたんですけど、やっぱこういろんなフィールドのカテゴリーができることで、そのなんかやっぱ行き来ができると思うと、やっぱり発着点はやっぱライフスタイルにあるのかなってやっぱ最近逆に思うようになったんですけど、源さんはライフスタイルブランドって
どういうブランドだって思ってるんですか。ちょっと難しいですかね。難しいですね。でもね、ライフスタイルブランド、うん、だからつまりだからカジュアルブランドという意味合いとは全く思わないですね。そうですね、うん、はい、だから逆に言うとこうその人たちなりのライフスタイルっていうのはやっぱりこう例えば料ご飯何が好きだとか、うん、何色が好きだとか、うん、自分はこういう趣味があるとかっていう、うん、そういうなんていうのか総合的ないくつかのこう要素が固まって、例えば僕で言ったら荒井っていう人間になっていくし、で多分イメージっていうのもそういうふうに作られると思うんですよ、うん、小沢くんのイメージもそうだと思う。なんかこうまあ、あの別にこうおだてるわけではないけどちょっとインテリジェンスな感じがして、例えばね、はい、なんか物が欠けてみたいな、なんかいろんなことを情報知っててみたいな、こうイメージって作られていくじゃないですか、うん、である意味それ以外の要素っていうのも、例えば家庭での顔とかね、うん、そういう僕らが知らない顔っていうのもいっぱいあって、でそれも含めて多分奥さん側から、例えばね家庭の人から見るね、お子さんから見る雰囲気とかね、いろいろあると思う。だからそれが一つの要素です。でブランドをそれに例えると、まあ、そういうことを全部総合したライフスタイル、うん、でそのライフスタイルって、例えば仮にゴールドインの中にカテゴリーをがありますと言った場合っていうのは、それはカジュアルウェアっていう側面よりも、うん、まあ、いろんなスポーツのシーンとか、さっきアウトドアとかスキーとかいろんなこと言ってくれたけれども、そういうことをこう総合しながらね、いわゆる接着剤的にこう融合させていくような役割みたいなことで考えると、うん、ライフスタイルのコレクションっていうのはやっぱり自由度があって、うん、まあ、うまくこうまとめ上げていくみたいなねことで、しかも要はいわゆる機能繊維と機能素材っていうのを、まあ、上手に料理をすることがまあできれば、うん、まあ、いささかその毎年こう出すものっていうのは、まあ、お客さんにこうご提供させてもらってね、作ってる本人が不満足だって言っちゃいけないんですけど、はい、でも日々日々の革新というか勉強なんで、まあ、昨日よりは今日よりは明日っていうふうに毎回こう刷新してかっこいいものをしていくっていうことがあって、うん、こう終わりがないんですけどね、うん、だそういうことをこう積み重ねていくっていう部分においては、まあ、ライフスタイルっていうのは非常にこうね、うん、まあ、大事、まあ、な要素だというふうに思ってますね、ゴールドウィンにとって、うん、なんかそのカテゴリーを横断してもやっぱゴールドウィンの特徴ってあんまりわからないっていうのは僕はすごくいいことだなと思うんです。今日僕が着てるのもトップスはアスレチックで、パンボトムスはライフスタイルだったりとか、なんかそこのミックス感で僕はすごく楽しんでると思うんですけど、源さんの中でライフスタイルはどこまでがライフスタイルとか、その自分のデザイン学として決めているところってあるんですか、カテゴリー別に。さあ特にないんだけど、でも今ちょうどその中に、今言われたことの中にね答えがあるような気がしていて、だ、はい、そうそう、だからアスレチックのために作ってるんですよ、うん、で今着られてるものはで、ランニングとかそういったものに対してはすごくその優位性が高いっていうかね、うん、快適な機能的なウェアだけど、着方によってはカジュアルにも着れてしまうわけじゃないですか、うん、だからそこに答えをこう整理をつけて求めようとするとやっぱすごく難しいなって思っちゃって、うん、でただやっぱりさっき接着剤的なって言ったじゃないですか、はい、だからそれぞれのカテゴリーのそれぞれの商品っていうのは深掘りをしていって専門性を追求して、うん、そのフィールドそのシーンにおいて一番こう機能を発揮するように作りたいっていう思いがいつもある、うんうん、だけどライフスタイルの商品っていうのはそういうシーンにこう深掘りをしていくっていうよりか、さっきこうなんていうか横断的に接着剤っていうふうに考えていけば、あんまりそういうふうに深掘りをして特化をしていくというよりかは、その商品とこの商品をうまく融合させるためのパンツとか、そういうような意味合いが多分出てくると思うんですよね。つまりはだからあんまりこう深掘りをしていくっていうことよりも、ブランドの機能性をこううまくマッチングさせるような融和感というような自由度をもう持たせたものっていうふうに考えていった方がむしろいいかなと。だからスキーに行くために防寒衣料って着たいよねって、スキーウェアで旅行に行くよりもスキー場に行くために寒いところに行くために
僕は道中着って昔っぽい言葉で使っちゃうんだけど、道中着に何着ようっていう楽しみみたいなものがあったとしたら、スキーウェアのテクニックを使ったあったかくって軽くって快適なかっこいいウェアで行こう、うん、で DNA はスキーウェアを作るところから取ってますよと、まあ、そういうような関係性の方がいいかなと。でそれをライフスタイルって呼んだ方がまあいいのかなっていうような、そんな感覚なんですけどね。じゃあスキーはあくまで、まあ、きっかけとして取れればいい、入り口というか。そう、ただスキーは一生懸命深掘りしてるから。で僕は自分自身がすごいスキーが好きで、まあ、刺してうまくないんだけども、まあ、あの怪我しないようにしない程度にスロープをこうバーンとかっ飛びたいわけですよ、うん、でその時にすごく機能的なウェアであってほしいし、はいはい、うん、ですごくかっこよく見えたい、まあ刺してうまくなくてもかっこよく見えたいじゃないですか。源さんのスキー歴って何年なんですか。僕はもう中学生ぐらいの時からやってるから、はい、どうでしょうね、15歳ぐらいからやってるとしたらもう40年間ぐらい都合やってるんじゃないですかね。40年って言うとちょっと1980年ぐらいってことですか。そうです、もう僕は兄弟が4人いて一番末っ子なんですよ、はい、で全員上3人がスキーやるんですね。東京ですよね。そうです、そうです、はいはいはい、でうちの兄がよしスキーに行くぞってわって言うとね、うん、車でわっと行って、で僕が中学生ぐらいの時っていうのは関越道はまだ開通してないから、はいはい、あの新潟までね、はい、沼田までしかなかったんです。沼田まであったかな、うん、それぐらいだったんですよ。でみんなで行ってね、でスキーをやるわけですよ、うん、でもう大変な思いしてついていくんですけど、そこからスキーをやるようになりましたね。でやっぱり楽しいですよね。だからそれずっとやってます。だからまあ障害スポーツとかね、そういう言い方別にしてもしなくても、うん、あのいいんですけど、とにかくなんかあの感覚っていうのは、うん、こうちょっとやめられない感覚がありますよね。まあ、でも自分の体と対話しながらやれば障害的にはできますよね。一時期僕はだからアウトドアの仕事を長らくやってたんで、アウトドアの仕事をしている最中っていうのはゲレンデで滑ることってほとんどなくって、はい、山にこうテクテクバックカントリー的に上がっていって滑り降りるってことをやってたんですね、うん、でその当時っていうのは十数年間っていうのはどちらかというと滑り降りる楽しみよりも雪山の中をこうシーンと喧騒の中をね、あのこう歩くってい こう楽しみはもうすごい良かったんですけどね、うん、でたまにいい滑りができるとこれまたあのすごく楽しいっていうこともあった。でこのゴールドインの仕事をするようになってから改めてあのスロープっていうか、まあ、ゲレンデで滑る、でこのゲレンデのこう滑るね、こうダイナミックさっていうのは全然その十数年間アウトドアでできたバックカントリーのスキーとは全く違う醍醐味で、ダイナミックで、そこにね久々にグーッて引き戻されて、でハマっちゃったんですよ。またそれはこのブランドを始またリブランディングする前、ちょっと前とか。いやいや、このリブランディングとともに。それまであんまりやっぱ行ってなかったんですね。いや、山ばっかりだったです。山スキーばっかりで、ゲレンデスキーに戻ってこうかつてのなんかスキーにこう引っ張り戻されて、はい、ですごいこれ楽しいな、このリブランディングと一緒に。だから、まあ、きっかけはね、やっぱスキーのことをもう一回仕事として真剣に取り組むんだって言った時に、やっぱりゲレンデスキーだとかスキーのことは分かんないといけないなと思って、うん、まあ、自分もこうゲレンデスキーに入っていったわけですよ、うん、そしたらまあ結果的には虜になっちゃって、もう暇さえあればなんかスキーやりたいみたいなね、冬になると思うぐらいなんで、あのハマってスキーになりましたよ、また、だから数十年にわたってずっと触り続けてる、はい、まあ、どちらかというと結構唯一のスポーツかもしれないですね、そういう意味では。長いこと続けて、うん、ずっと携わってる唯一のスポーツかもしれない、やり続けてる、まあ、キャンプとかはやられますけど、キャンプはスポーツではないってことですか。そう、まあ、はい、キャンプも大人になってからやってるけども、中学生ぐらいの時からずっと今に至るまでやり続けてるブランドって、うん、あのスポーツっていうのは考えてみたらスキーだけかもね。うーん、
なんかこう多くの人、僕もまあなんか分かってそうで分かってない部分もあって、そのじゃあスキーウェアって何をもってスキーウェアなのか、まあアウトドアブランドも、まあ、いわゆるこう自然に対して向き合った時にどれだけ機能的かっていうところがよくに求められるじゃないですか。のスキーも、まあ、いわば雪山で動くっていう、 その違いって結構分かんない人多いのかなと思うんですよ。僕もちょっと知りたいなと思いました。これはね、これまた難しい質問ですね。これまたすごく難しい線引きなんですよ、はい、で僕はもともとその何でもねアウトドアウェイになっちゃうっていう言い方はあのするべきでは、僕の立場ではないんですけど、でも自然に対峙するとね、どうしてもその防御性とか、まあ例えば雨が降ります、風が降ります、雪が降りますっていうことに対して外側と、まあ、肌に近いところを、ね、こう遮断する機能っていうのはどうしても必要なんですね、うん、でこれの一番やっぱりこう優れた環境対応遮断能力っていうと、やっぱアウトドアのウェアが一番遮断するのかなと、はい、でもね一番スキーウェアで大事っていうのはやっぱ、ね、ゲレンデって寒いんですよ、すごく、うん、そうですよね、うん、アウトドアっていうのは自力で歩ったり体がこう暖かくなるような運動を常にしてるんですね。でスキーっていうのは格好してる時に相当な筋力を使ったり体力を使うんでね、それこそ燃焼するんですけど、ゲレンデからまた高いところにリフトに乗っていったりっていう静の動作っていうのがかなり入るんですよ、うん、だ常に暖かさが求められるんですよね、うん、でアウトドアっていうのはわりかしこう環境順応遮断をして衣服内をもう快適に自分でこう環境に応じて変えていく、うん、でもスキーウェアっていうのはどちらかっていうととにかく寒いシーンを消していった方がいいと、でむしろ体温調整を抜けていく熱を逃がしていくっていうことが、うんうん、瞬時必要になってくる。だからそういう発想ポイントっていうのが、まあ、若干違うのかなと、うん、でも大きく分けて言えば自然の中で遊ぶっていうことなんでね、そんなに大きく分けることではないと思うんですね、うん、でただやっぱりもともと従来スキーウェアっていうのは、まあ、これもあんまり、うん、正当な理由になるかどうかちょっと悩むところですけど、まあ、僕はちょうど50を超えていて、まあ、スキーバブルの時代にスキーがすごく流行った時にスキーをしてたんですよ、うん、はい、その時っていうのはもう本当にきらびやかでね、まあ、本当に派手で目立つウェアが一番尊かったんですよ。だからね、なんか日常とは違う自分の姿っていうのを演出しに行くみたいな世界観があったんですよ、うん、だそういうブームがずっと名残というか、その時代にスキーをやってた方々がずっとスキーのやっぱりこう主要カスタマーだったわけで、脈々とその文化っていうのは続くわけですね、うん、でもアウトドアっていうのはあんまり過敏な装備を持たずになるべくこう質素にコンパクトに軽くしたいみたいな世界観から入っていってるから、うんうん、まあ、半ば逆説的なんですよね。だそこの非日常感みたいなものがずっと残ってたんですね、うん、だすなわち自分のスタイリングではないウェアをあえて着るみたいなところがあったんです、うん、どこか時代とともにそういう特別なものを着るとか違う自分を見せるっていうことよりも、いつもこうなんていうの、自分らしくありたいとか自分の姿はまあこういうイメージだよなって、さっきのそのライフスタイルの話じゃないんですけど、そういう風になった時に、まあ、だんだんスキーはこうあるべきとか自分はこういう違う自分になりに行くとかっていう世界観というのが消えていって、うん、自分の好きなものを着るっていう世界観になってきたと。だそうするとスキーとアウトドアっていうのはだんだんとこう分け隔てがなくなってくる、なる、ね、まあ、うん、時代になってきてんじゃないかなって今思ってます。はい、なんか僕はまだ40代なんで、僕はスノーボード、ちょうど90年中期ぐらいの、まあ、いわゆるスノーボードブームで入っているから、うんうん、あの頃ってどちらかというと日常に雪山があるよっていうのを多分いろんな CM とかもアプローチしたと思うんですよね。そういうこと、 JR スキースキーとかもなんか東京湯沢1時間とか、だからなんかその雪山と東京が誰でも簡単に行き来できるよって
ていう時代に、しかもスノーボードじゃないですか。だからすごくファッション的なものも近かったし、だからこう雪山と普段着っていうものをあんまりこう分け隔てなく楽しもうっていう時代感だったと思うから、うん、ちょっと世代的には源さんとは違う考え方なのかもしれないですよね、うん、そうだと思います。だからあの小沢くんたちの時代からそういう移り変わりがあって、うん、まあ、今の編成にこうずっと流れが出てきてるんじゃないかなと思いますね、うん、だからそういう意味でいくと、もう本当にあの自分が好きなブランド、自分が好きな着方、うん、自分が好きなカラー、まあ、こういった背景感でね、ものをこう選んだり、まあ、今のスキースノーボードっていう話であれば、まあ、そういうウィンタースポーツ用のアイテムは好きなブランドから、うん、好きなイメージからで、今たまたまスキーとスノーボードの話が出たけど、もはやもうあんまりスキーとスノーボードも分け隔てがないし、うん、まあ、僕はなんかたまたまあの一時期はね、スノーボードもすごく流行ったんで、スノーボードもで、まあ、多少できるんですよ、はい、で今のゴールドインのスキーウェアでスノーボードもやろうかって言ったらそのままやっちゃうぐらいなんで、全然できちゃいますよね。意識してるんですか、両方できるようなんですか。いや、意識はしてないです。意識はしてないけれども、まあ僕個人がやるスポーツっていう、もうその個人が楽しむスポーツってどんなものがあるのって言った時に、スキーも楽しいし、じゃあスノーボードもたまにやりたいなって言ったら、同じフィールドの中でやれるスポーツだから、やっぱ僕のやるスポーツのイメージ感の中で全てがこう想像されるから、うん、もう全然それは両方できちゃうし、うん、で両方対応できる機能があるし、うんうん、と思ってますけどね。だからどん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 なんかスノーボードやる人たちにね、買ってほしいっていうところまでちょっとなかなか言いづらい部分あるんですけど、うん、欲張りに言えば、まあ、あんま気にせず、とにかくかっこよく機能的に遊んでくださいねって、その時にたまたま僕らのものだったらありがたいなっていう感じに近いですけどね、うん、やっぱじゃあ根っこはやっぱスキーのブランドですよね。そう、根っこはね、はい、根っこはそれはありますね、うん、土壌というか、そうですね、うん、そうだから今の若い人って言ったらなんかおっさん臭くて嫌なんだけど、まあまあ20代ぐらいの人たちに、うん、いやスキーぜひやってよ、こんなね、あの難しいスポーツないけどできるんだったらすごい面白いよって言いたいけどね、うんうん、今日のギャラリーの人たちもあのそういうどっぷりはまりきってる、はまりきってない、はまってるよね、はまってるよね、今年やろうねそういう感じでなんかね、こうちょっと入りかけてる人いっぱいいるわけ、うん、だそういう人たちにずいウェルカムね。そうですよね、はい、でも洋服を通してそういうなんかこう生活が変わるというか、なんかこう行動が変わるようなブランドであってほしいなっていうのはなんか、そうそう、そういうふうに思う、そういうふうに思う、本当にやっぱ服は一つのきっかけであって、そうだ、とにかくね、なんか話ちょっとね、あの拡大解釈してね、ちょっとずれちゃうかもしれないけど、まあだからさっきも言ったけど、山とかあの普段着ライフスタイルとかっていう話とか、まあ、いろんな話で言うとね、だストレッチするパンツでナイロンあるいはポリエステルですぐ乾いちゃいます。そしたらね、まあ待ち履き用にかっこよく作ったんですけど、でもアウトドアの機能、アウトドアの製品よりも他社のブランドよりも結構こっちの方が優れてんじゃないみたいなところってやっぱいっぱいあるわけなんですよ、うん、でそういうのを考えてみるとやっぱりこうなんていうのかな、このいわゆる区分をね飛び越えて横断的に行くってものがいっぱいあるしね、うん、それはだからさっきのスキーとスノーボードの話じゃないけど、まあいろんな意味でクロスオーバーするしね、だからスキーがあの起源でベースでうんぬんっていうのはあるけれども、もうそういう形でこうなんていうのか、いろいろ使ってもらえる形なんじゃないかなと思いますけどね、うん。